動画を届けしているそんなチャンネルとなっております。よに行ってまいりました。こちらのお店は心斎橋駅から歩いてすぐのところにありますカレー屋さんで、スリランカのカレーがいただけるそんなカレー屋さんとなっております。もうカレー100名店にも選ばれてますし、クワチャンネルでもあったさんという、他のお店とコラボした、お店なんかもご紹介しております。そちらのねお店は下北の、ボーナストラックという場所にあるんですけども、本日は心斎橋のデッカオさんに行ってまいりましたんでご覧ください。本日のカレードン。こちらがデッカオさんのメニュー表。メニューの方は6種類で、ミニサイズや欲張るスペシャルなどもあります。ライス辛さの方を調節できたり、もちろんトッピングや食べ方の方も丁寧に書いております。その日のカレーの内容は店内そして外の看板にて。本日はもちろん欲張りデッカオスペシャルをチョイス。デフォルトでついてくるチキンカレーに、日替わりの中からチョイスできるマグロとビネガーポークの方、トマトサラダや水菜とココナッツの和え物、ナスの炒め物にココナッツのふりかけなどついて、本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から。一口食べるとまろやかなコクで本日もうまし。マグロのカレービネガーポークの方は具材のゴロゴロ感も嬉しく、食べ応えも十分。スパイス感もしっかり感じて、その後はそれぞれの副菜をそれぞれちょっとずついただく。一度いただいたことがあるこちらのナスの炒め物はもはや最高の一品。そしてそれぞれのカレーをライスと食べてみる。チキンカレーの方は噂通りの唯一無二の美味しさ。チキンのお肉もゴロゴロ。そして中盤になるとチキンカレーとマグロのカレーの方を器の方に盛り付けて、トマトのサラダの方と一緒に食べてみて、シャキシャキ感や酸味を得てみたり、その後はビネガーポークの方もお皿に盛り付けライスと食べてみたり、それぞれの副菜をなんとなくざっくり混ぜ混ぜして食べてみる。まろやかながらもしっかりとアクセントがあったり食感の違いがあったりと、最高のワンプレート。全部食べ終わった後にはじんわりスパイスのおかげで汗もかける。本日も完食満腹ごちそうさまでした。チキンカレーやばないですか。本当に、まあ、全部のカレー、週日替わりのカレーもいただきまして美味しかったし、もうチキンカレーの方はやっぱ食べてね、ちょっと驚いたと言いますか、結構ネットやいろんな人の投稿を見てても、そのチキンカレーの方がね、美味しいと言われる方も多くてですね、今回、そのデッカオさんのお店にちゃんと行ってチキンカレー食べたのは初めてだったんですけども、本当にね、こう、まろやかながらもしっかりとコクもありますし、口触りと言いますか、その口に入れた瞬間のね、香りだったりとか、この舌触りだったりも最高で、おってもうこう、驚かしてくれるような、そんなチキンカレーとなってました。いや、チキンカレーも美味しかったんですけども、そのチキンカレーと混ぜる一緒に日替わりを頼んで、いろいろ食べたりだとか、もう日替わりのねマグロだったりもいい味出てましたし、こう旨味なんかもこう口の中に入れて具材噛んだ時の美味しさだったりだとか、もうナスがねやっぱり、まあ結構皆さん好きって言われる方も多いと思うんですけども、やっぱり非常に美味しくて、それを混ぜ混ぜしながら食べるの最高でございました。お店の方はデッカオだからデッカオという、お店になったらしいんですけども、モニュメントといいますか、そのね大きな顔のその行けば、すぐ見えてくると思うんで、そちらの方を目印にしていくと、お店の方も行きやすいと思います。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。